日向薬師は神奈川県伊勢原市日向にある高野山真言宗の寺院。本尊は薬師三尊。かつては日向三霊山寺と称し、寺院十二坊を要する大寺院であったが、廃仏希釈で多くの同社が失われ、現在は霊山寺の別当坊であった法上坊が寺席を継いでいる。寺後は廃仏希釈以前は霊山寺以後は 北条坊と称するが、中世以来薬師如来の霊場として、信仰を集めていることから、日向薬師の名で親しまれている。日向薬師は、元の名を、日向三霊山寺と称した薬師如来信仰の霊場で、関東地方では有数の古寺である。本尊は、平安時代前期に作られた名たぼりの薬師三尊像である。また宝物殿には、阿弥陀如来や四天皇、 十二神章など二十三体の仏像が収められている。これらを含め国の重要文化財9県、神奈川県及び伊勢原市指定の文化財を多数所蔵する。芝織、薬師、米山薬師とともに、日本三薬師に数えられることもあり、峰の薬師、高尾山芋王院、新薬師とともに、武装師団薬師として信仰を集めており、一時期は直眼寺になり、 江戸時代末期には十二坊を数えたと言われる。次元では、霊期2年、行記の解散という。寺に残る盆昇の名文や、鎌倉時代の師匠、あずま鏡も、当時を行記の曹操としており、行記曹操伝承は、鎌倉時代からあったことがわかるが、境内からは、奈良時代に遡る寺院跡は発掘されておらず、実際の創建は10世紀頃と推定されている。 前述の盆昇名は、当時の歴史に関わる重要資料で、それによると、天略六年、村上天皇から盆昇を賜ったが、その金がいたんだので、民兵三年に、改中、さらに略王三年に改中したのが今ある金だという。天略六年に、村上天皇から盆昇を貸しされたことは、史実と認められ、また、日向、薬師の本尊である薬師さん尊蔵が、 様式上この頃の作品と推定されることから、両前寺の波乱が整備されたのは十世紀頃と考えられている。日向、薬師の文献上の所見は、平安時代の歌人、相模の歌、指してきたし、日向の山を頼む身は、目も明らかに見えざらめや和であるとされている。相模は、相模主、大江康介と結婚して官任四年、夫の認知である相模に下校。 万寿元年には帰京しているので、前室の歌はその間に読まれたものと思われる。このことから、日向薬師は平安時代後期には霊場として栄えていたことが伺える。鎌倉時代の師匠、あず鏡にも日向薬師に関わる記事が見られる。研究3年8月9日上には、源頼朝の妻、北条政子の安産祈願のために土胸をさせた寺院の一つとして、 両前寺の名が見える。また、研究5年8月8日上には、源頼朝が、娘の王姫の山井平行き願のため自ら、日向山へ参詣したとの記載がある。近世の地市、新編相模風土機構によれば、近世の日向役史には、別当棒の法上棒を含め十三棒があり、それ以外に、すでに廃絶した棒もいくつかあったと記載されている、ことから、 王子の規模が忍ばれる。また、山内には七章権現者や東照宮などがあり、神仏集合の信仰が行われていた。重さ約50トンの茅やき上げ、ね、明治時代初期の廃仏希釈によって多くの帽者が失われ、本堂、衝堂、仁王門などをわずかに残すのみとなった。現在は霊山寺の別当坊であった北条坊が寺席を継いでいる。 21世紀の現在も、日向薬役として、病気併優、特に眼病に、霊源ありとして、信仰を集める。また、山内の自然環境が良好に保持されていることから、ハイキングコース、健康保持増進や心の安らぎの場として、人気を集めている。東丹沢の懐、日向川の宿に位置し、日向地区の里山である雑木林に囲まれ、 また、境内にある、推定樹齢800年の畑掛す杉をはじめ、ケヤキやタブノキなどの自然植生林や杉などの植栽樹林が守られており、春は新緑、秋は紅葉に彩られる。また、周辺の山林は、保健保安林として維持されており、この森が、日向、薬師の森と呼ばれ、山林が保全されるとともに散策道なども整備、されている。 都市化が進む関東においても境内をび、周辺の日向地区には、豊かな自然環境や、里山環境が維持されていることから、健康増進を記念する人から、登山や散策の際に訪れる人まで、多くの人々に親しまれている。北条坊本堂の名称で、国の重要文化財に指定されている。日向山霊山寺の本堂を、同時の別当坊である。 北城棒が引き継いだもの。数度にわたり改修されているが、万治三年に幕府から寄進された丹沢の流木百本及び全本堂の古材を使って収蔵されたのが現存の本堂である。寄せ胸作り、かやぶき、桁たゆきしちま、は張,張間の手前二け分を土間の外人、奥の三け分を内人とする。柱、張りなどには、 全身堂のものと思われる古材が再利用されている。老朽化と中外のため、2011年1月より5年以上をかけて本堂の大修理が行われる。大修理が行われるのは350年ぶりにして3回目。本堂修理工事の様子本堂の左手にあり、平安時代から鎌倉時代にかけて造立された重要文化財の仏像等を収めている。 本尊薬師三尊像も、本堂からここに移されているが秘物で、正月三が日,日など、特定の日に開帳される。要廃官僚。宝物殿内には他に、薬師如来座像、日光、月光菩薩立像、阿弥陀如来座像、四天皇立像、十二神将立像を安置する。これらはいずれも鎌倉時代の作で重要文化財。阿弥陀如来座像と、 薬師如来座像は関東地方には珍しい対策である。天居、2000年までの指定物件については国宝重要文化財大前別館による。当寺院は関東ふれあいの道、大田道館、日向、薬師の道、巡礼峠の道、大仙前入り見の下の道の起点、終点になっており、裏手には日向山、巡礼峠、飯山観音、 宮ヶ瀬湖方面へ続く道も整備されており、いずれも案内板などが整備された道になっている。そのため、東、丹沢、大山への登山、散策に向かう入り口の一つになっている。なお、美濃げ、アフリ神社、下社方面からの関東ふれあいの道、大山参り美濃げの道の案内板は、表参道経由ではなく、薬師林道経由で案内しているが、 舗装道路の急坂が続き自動車通行もあって歩きにくいため一旦日向薬師バス停まで出てから表参道経由で登る方が快適に歩くことができる。小田急小田原線伊勢原駅より神奈川中央交通バスイ20.22で終点日向薬師下車表参道入り口まで徒歩すぐ入り口から本堂までは徒歩約15分。ありがとうございます。